ほんじゃね、またね。いってらっしゃい、ありがとう。あ、マキシピーさん、こんにちは。お久しぶりです。やっぱみんなちょっと噛みそうになってる。久しぶりじゃん、パンちゃん。え、何、おしゃれになってる、めちゃくちゃ。そうですよ。なんか、え、帽子パンちゃん、いつもおしゃれなんだ、服。帽子ですか、うん、変わってないですよ。何を笑ってるんですか。いや、今ね、あ、パンちゃんだって安心したな。あ、よかったですよ。失礼ですよ、あなた髪型は見ては。笑うなんて。私の知ってるパンちゃん。松ぼっくりじゃないんですから、本当に。いやこれをごまかすために被ってるんだからさ。めっちゃそうなの。めっちゃすごいの。はい、いやいいじゃん、ね。あのパンちゃんのね。なんだろう。アイデンティティだもんね。うざい。それ難しくないですか、その髪色。毛先が黒なの難しくない。どうやって地毛が白なの。これね地毛が。はい。黒じゃあもう難しいじゃないですか。なんかそれオセロみたいになっちゃいますよ。それ最初に全部黒になりますよ、染められて。今のとこ白で優勢だから。めっちゃ嫌やん。ちょっと待って、ね、だいぶ優勢ですよ。でも、うん、でも全ての角取られてるから最終的に黒に汚染されますよ。そうやな、ちょっとどっかそこへ美容師さんに今度頼むか。エルマも同じことそんな髪の色あるんですね。いいですね。あるある。これね、あのプラコちゃんもね、同じ髪なのよ。ロックに話聞いてもらってきたこの間。まあまたちょっと美容院行ってみようかな。なんか、はい、とんでもない髪型したいな。そうですよ。ちょんまげとかにした方がいいですよ。いらっしゃいませー。バイバイ。いらっしゃいませ。僕に会いたくなくてプーちゃんはこうやってしゃがんでるんか。なんで見えてんだよ。名前見えてるからね。おい、しつこいってしつこいって言われてるぞ。めっちゃ顔怒ってるやん。バレた。顔をアングリーにしてるやん、普通に。怒ってないよ。え、それイライラしてたら年取るよ。怒ってないよ。そうなの、 声で判断しちゃってね。吹けますよ。怒ってないよ。気をつけなさい。いや、わかるわかる。エルナも怒ってる顔にたま声ね。みんなね、なんかさ、動いたらなるよね。なるなる。おはよう。あー、おはよう。おはよう。はい、おはよう。プーちゃん接客態度全然違うじゃないですか、僕が来た時と。全然違うさ。プーがさ、もうパンちゃん嫌すぎてさ、パンちゃん来た途端ここにさ、しゃがんで隠れたの。え、おかしくないですか。パンちゃん嫌。嫌だもんね、プーちゃんね。え、ほら、しつこいから嫌なんだ。怖いわ、この人。嫌だって。しつこいも何も、僕がマジで先生にいじめられてるだけだからね。そうなの。いや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 。それはそうだけど、もう最近のパンちゃん大変なんだよ。そう、何言われて一番嫌だったの？うん、あ、そうやって訓練も何もしないんだ、頑張らないんだみたいな。うわぁ、めっちゃそうだよ。めっちゃ嫌なやつ。めっちゃ嫌なやつ。ちょっと待って、めっちゃ嫌なやつ。エルナもさ、愚痴っていい？おい待って、不満対不満ぶち裂ける大会になってんじゃねえか。9055にさ、いきなり自分の独断でさ、体験の子連れてきたんだけどさ、はい、面倒見ててね。でもね、新規住民の子みんなリサ線に引っ張ってって、みんな素材をねパンちゃんに買ってもらうためにね、はい、905に集結してて、その時 4,5 人みんなパンちゃん待ちだったのね。やばすぎ。でもうみんな素材買い取ってもらうの待ってるから、じゃあその体験の子私が教えてあげるから、ちょっと素材だけ買い取ってきなよって言ったら、うるせえって言われたんよ。いや、言ってないよ。記憶、まず記憶にない。そんな、ね、聞いて聞いて、社長とかにほうれん草もなく勝手に体験の子に出張修理させたいからって言って、そうなんよ、プーちゃんに電話してきて救急隊の車をずーっと出して待ってたのに、結局来ず。でも遅すぎてから JTS の人にやってもらって、そうそう、その時だよ。うるせえわ。で、JTS の人にやってもらって、で、その後電話聞いて謝られたけど、社長も、でおいたも分かってなかったし、で、パンちゃんもめっちゃ遅いし、やばいやばい。その日連絡もなく、それなんかめっちゃ電話かけたら電話切られたし。あ、それめっちゃ重要なことあった時だ。ないわ。あるかもしれん。おい、なかったわ。ないわ。なんか知らんけど、俺が面倒見るからって付きっきりで体験見てて。えぐいえぐい。あれだ、重要な話の時だ。いや、違うって。それ重要な時のやつや。別にそれ重要な時はいいよ。それ以外のね、言葉がうざいんだよ。言葉な、言葉がうざいんだよ。だってプーちゃん、トークンめっちゃ頑張ってんのにさ、パンちゃん横に乗せる。ほら、だってなんでパンちゃん乗せないか、パンちゃんの前で言ったでしょ。その救急隊のコースを本当は教えちゃダメだから、パンちゃんを乗せたくないから、ちゃんと真城先生に本当に横に救急隊じゃない人乗せていいのって聞いて、うん、まあ良くないかなって言ったから、プーちゃんは嫌だって言ってんのに、それでしっかり守ってる、偉い。それでパンちゃんは、あ、特訓とかやんないんだ、あ、頑張らないんだ、もうやんないんだ
みたいな感じ。いや、何回も言ってたの。いやいやいや、練習しないと上達しないから。なんかエルナの悩みって可愛かったかもって思い始めてきた。ああもうそれだけじゃない。本当。最近ずっとそんな感じだもん。本当に。最近ね、お口が悪うございまして、前からだけど。もうプーちゃん、今パパのことでもいろいろもう、そうだね、襲撃とかも、そうだね、もういろいろ、もういろいろあったのに、プーちゃんも。何パパのことね。めっちゃもう、毎日大変なのに。パパって何？パパクビになるの？え？パパ誰だよ、てか、まず。え？パパいるんだ。武井庄司。庄司でしょ？庄司に関してのアンケート、昨日取られたけどね。あの人僕の車勝手にインバウンドしたからね。あ、やばいね。もうやばいね。それはどうでもいいよ、もう。どうでもよくないだろ。もういろいろあんのに、そこにこのパンちゃんね、朝のもう本当に夜中深夜の4時とかぐらいに、うん、パンちゃんがずーっとね、いや頑張りなさいっていう話よ。この街のね、この街のイライラの原因の8割ぐらいはパンちゃんでできてるかな。しょうがないな、しょうがない。ふざけんな、そんなことねえだろ、おい。やばいよ、本当に。まずいよ、今も体験置いてきてんだから、ここに。うわ、あとね、なんかね、バイトリーダー、9055のバイトリーダーになってからね、もう猛威を振るっている。あ、次やりたい放題してるんだ。いや、そうね、もう生きっちゃってる。いや、でも本当に社員にも腹立ってる。こっちも腹立ってるからね。腹立ってるからね。救急隊にさ、お願いしたわけよ。やかましいな、さっき。いやもうね、パンちゃんもなんかね、爆発してるの、みんな。あとでいい、ほんとに。この人の対応、あとでいいから。いや、バトンタッチだわ。飲み物を200個。飲み物200個終わりだよ。パンちゃんみたいに。それは僕やね。逃亡生活を送ることになる。なんかもう、ジョバが癒しだよ。そうだな、プーな。よかったね。でも、アメちゃんだからね。すごいバカで癒し。あ、バカっつってんな。それバカって言ってんな。いや、こいつも結構口悪いからね、このプー太郎も。なんか、そうだよ。よくない？なんか本当に。そうだよ、じゃねえ。なんか、プーも太陽って感じ。本当に？あんま関係ねえ。一緒だろ、こいつ口悪いんだったら。いやいや、プーはマシだよ、まだ、パンちゃんより。人を煽ったりしないから。プーちゃんは10歳だからね、まだ。そう。あ、確かに。お前、年齢なめんなよ。お前、クソじじいやん。クソじじいなの？じじいではねえよ、別に。いや、クソじじいやろ。26ぐらいよ。いや、クソじじいやん。そうでもないだろ。いやいやいや。でも、お前だって、ちょっと上の人にまだ若いって言われるから、相対的な話をしてるんだよ。プーが10歳で26はクソじじいやん。いや、もうここ、クソじじいとクソババアしかいないんだからさ、プー10歳なんだから。そうだよ。クソじじいとクソババアしかいないから。ふざけんな。あれでも、エルナって19歳。19だよ。じゃあ、まだ。お姉さんや、うん、だからパンちゃん9歳上だからね、微妙じゃない、9歳上って。ああ、いやでも26やからないよ。まあ、プーの方が年上なんだけどね。何がだよ。免許証が。記憶がね、ないだけだから、プーは。記憶がないだけ。うん、本当は21歳だからね。22か。だいぶサバ読んでるね。サバ読んでるじゃないんだけど、記憶ないんだもんだって。あ、そっかそっか。そう。まあ、体をさ、ちっちゃくするの無理だから、記憶を取り戻すしかないよね。取り戻せるかな？わかんない。で、何されたら怒るだったっけ？あ、もう怒んないって言ってましたね。あ、ノビーさん怒んない。ノビーさんは。俺も怒らないよ。心が広いんだ。本当に？じゃあ、なんかやってみて。なんかってなんだろう。すっごい。すごい震えてますね、今。バラ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 ってなってますけど。なんだろう。なんだこれ。これ怒った時に飲ませて。どうやって飲ませるの？渡せばいい。あ、そういうことか。怒ること。なんだろう。あ、ちょっと待って、近くこうし。ほ。あ、おい！めっちゃほら。いて。おお。なんでボケないの？何やってるんだ。あ、あ、なんか。どこ行っちゃったんですか？ねえ、これどうやってドア抜けた？何やってるんですか？なんか怒らせようとしてるの、なんか笑わせようとしてるのがどっちなの？あ、お。どうだ？怒んない。
あ、殴っちゃった。妹と遊んであげてるお兄ちゃんみたいなね。あーと、え、ちょっと重機元気です。こうして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 、はいはいはい、ほらこれ飲んで、これ飲んでみて、これ飲んで、これ、うんうんうん、どこだ、聞くのか、あれ静かになる、穏やかになった、チーカーみたいになっちゃった、あれあれ、あれなんか記憶大丈夫、それ違う、記憶違うやつ飲んでない、それ大丈夫、おえ、記憶持ってなくなっちゃう、穏やかってか、どうした大丈夫か、それ大丈夫なやつ、自分の名前わかる、わかんない、なにプー、いやそれプーちゃんはプーちゃんだよ、あ、プーちゃんになっちゃったの、え、入れ替わってるパターンだ、プーちゃんだよ、あ、そういうこと、プーちゃんだよってこと、プーちゃんはプーちゃんだよ、プーだー、のびっこお帰りなさい、よく見ろ顔、おい、どうしよう、どこがのびなんじゃ、おい、え、あ、違う人だった、ごめんなさい、なんでプーちゃんに言うの、どこかの、え、のびくんだって言わなかった、言ったの、私が言った、言ったのつかさちゃんだよ、あ、ごめん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 、じゃあごめん、相手が違う、もう一回やり直すね、ごめんね、ごめんね、もう一回やり直した、もう一回行きましょうか、あ、あ、戻ってきた、戻ってきた、あ、のびくんおかえり、誰がのびくんじゃろ、違ったんだ、ごめん、顔よく、顔よく見て、本当だ、ちょっと違う、ちょっとじゃないだろ、だいぶ違うだよ、どうした、あ、ガミか、おはようございます、はいおはよう、今日出勤するのかな、ママ、今日は警察しようかなって思ってます、警察、あ、警察ね、はい、警察かと思った、何を、警察、街を偵察はするかもですけどね、確かに、確かに、やっぱ真っ白、ほらうちは 3万5千円しかもらえないから、いやいや3万5千円ももらえませんよ、ガミトム君、あ、そうか、3万5千円はもらえないのか、確かに今多分警察が一番お金になりますよ、そうだから、あのガミはもう絶対来てくれないんだって救急隊に、そういえば10倍の差がついてるから、まあ10倍って言ってもあれですからね、もう終わりだ、いやでも公務員はお金じゃないよ、いや、そう、その通り、最初の1ヶ月はね、みんなそういうのお金なの、まあ、プーちゃんお金集めが趣味だけど、プーちゃんいいこと教えてる、うん、お金じゃないが、うん、お金はあった方がいい、それはそう、プーちゃんだってお金100億欲しいもん、すごいな、100億の車買うために頑張るの、100億の車なんてあるの、そう、空飛べるんだよ、へー、もしもし、ぷーちゃん、どうした、あ、ぷーさん、ぷーちゃんだよ、この後って暇、あれ、おー、うん、なに、レギオンに、うん、21時40分にちょっと来てもらってもいい、うん、わかった、ちょっとね、渡したいものある、うん、わかった、行くよ、うん、よろしく、はい、バイバイ、ごめん、ちょっと、あの、行ってくださ、ね、はいはい、あー、ごめんね、ごめんね、行ってらっしゃい、うん、あら、警察官です、え、うん、でもなんかもう寝るって言ってたよ、あ、もう寝ちゃうんですか、うん、ゴリラさん、おやすみね、あ、おやすみ、あー、じゃあおやすみなさい、え、どこ行くの、え、ちょっとね、お楽しみのところ行くよ、はぁ、あ、え、何か、あれ、何も見えない、ごめんね、忘れてた、ちょっと お楽しみのとこ連れていくよ、うん、そこに乗るんじゃない、何これ、えこれなんだよね、ここなんだよね、で、警察追ってこないんだよね、シートベルト閉めれる、あー、閉めても意味ないか、一旦意味ないの、当たったら飛ぶね、まあそうだよね、外に逆に外にシートベルトあるんだ、この車すごい、ね、逆にね、すごい、あ、どこ行くの、んじゃあプーちゃんに教えてあげようか、はい、銀行強盗、よう、いやー、どうも、じゃあこれ持っといてみようか、さっきぶりやん、あれ
あれあれちょっと待って、あれゴキブリやん、ちょっと待ってみんなクソ漏れやみんな何なんか合体1デートありゃまあみんなこれどうすんの、危ないよこれ、壁壊さないといけないから、うん、俺ら知ってる、俺みんな知ってる人かなあれピコピコしてんの、父ちゃんどうしたの、父ちゃん何言ってんのあれ、あれ、うん、あれね、アタック、アタック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 、あの壁の中にお金があるからね、大丈夫ですか、壁にアタック、プーちゃん何するの、そうなん、ん、変なことしなければ安全だから、プーちゃんは落ち着いて、うん、あのプーちゃん応援ナイフだけ応援応援、おーすごい、おーおー、あぶねえ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 、すごいすげえ、うわでもロープ作れるはず、じゃあプー閉じ込めちゃおうか、え金庫の中に、ペンが閉じ込めちゃおうか、うん、嘘だよ閉じ込めないよ人質はプーちゃんだ、プーちゃんだよ、あープーちゃんだ、プーちゃんを返せー、ジョバお前はけお前パチオかお前、残念だから、プーちゃん大丈夫だよ、じゃあパチオは先に戻しとくか、こっちはパチオジョバーだよ、なんか任せた、ええ俺プーちゃん大丈夫だ、いいか安心して落ち着いて、トロロのことを考えるんでいいか、トロロとお寿司と、おい犯人を解放しろ、犯人は解放しねえよ、おい犯人を解放しろ、犯人は解放されねえよ、動けはするよ、逃げたら殺すよ、ちょっとあの離れて離れて離れて、逃げたら、逃げたら殺すよ、よかった、離れて、ありがとう、プーちゃん大丈夫か、どこの金庫なんですか、おばあちゃんのへそ、なんか逃げたら殺されるって大丈夫、今ね、あのオーナーが来てくれてるから大丈夫だ、プーちゃん、うん、どういう予定、プーちゃんの、あのいや、オーナーが今、ダッシュできてる、うん、おるかだ、おはよう、プーちゃん、プーちゃんを離せ、なんかおるか、逃げたら殺されるって、髪ストレートにしたおるか、髪、あのな、そう、大きな仕事するときやっぱ気合い入れてるから、なんかいつもくるくるやん、天パみたいな感じなのに、殺されそうになってんだぞ、こっちは心配だあ、俺がそっちの方が似合ってる、棒読みじゃないか、おいあっちになんか人プーちゃんプーちゃん助けてプーちゃん大人気やん、プーちゃん今じゃプーちゃん大人気だな、プーちゃん、よかったな、助けてごめん、なんで助けてくれないの、音割れ工程、まだ大丈夫か、助けてよ、助ける助ける助ける、当たり前じゃん、まあ今は無理だけどね、おい犯人解放しろ、ん解放しろプーちゃんは犯人、金庫切れたの、これでどうすんの、大丈夫だからな、大丈夫だぞ、あの大丈夫だから、ダメ歪む、歪みたくない、俺が運転したら歪むだろ多分、絶対これタンコ歪まない運転は、本当にプーちゃんここに置いてってくれ、プーちゃんおいで、パンチよ、あ俺が送ってきますよ、じゃあこれ、そうだなオーナーだからな、じゃあ誰に渡せばいい、人質俺に渡してくれ、何もしないから待て、いやジョバ頼んだな、そうだ俺がジョバだ、あれ何やられたな、大丈夫じゃ今手錠外すからね、安全確保されたら一応外すね、絶対犯人は全員捕まえるから、大丈夫だからな、あのクレープのことを考えると、そのクレープはな、あのなんかシュガーバターみたいな具が入ってないものじゃなくてな、ちゃんとないちごとかなホイップクリームが入ったな、そのすごい美味しそうななそのクレープを想像すると、決してシュガーバターかバターシュガーかわからないからな、中身が入ってない皮だけじゃなくてな、ちゃんと中身がしっかり詰まったないちごとか生クリームが入ってない、そういうなんか美味しそうなクレープを想像するんだ、そのいちご派かバナナ派かわからないからな、とにかくな、そのな、あのなプーちゃん大丈夫になった、ちょっと一旦パチューと喋るね、了解、よかったよかった、マシロ先生うるさすぎて大丈夫、今静かになった、そう、この町は、うん、友達だと思った人でもそうやって簡単にね人質に取るやつもいるから、うん、人を信じきらないようにね、プーは、でもまあプーは10歳だからね、信じるのも大事だからな、いつも仲良かった人だから、そうだよね、ちなみに誰だった、人質取ったの、ダイオじゃない、ダイオだよね、ダイオは特にそうなんだけど、いつもそうなの、
あのね、どこどこに来てって呼び出すタイプなんだよ、だよは。暇って、今暇って聞かれたでしょ。そう。で、そこ暇だよって言ったら、うん、じゃあここどこどこ来てくれるって言ってきたら、もういきなり、うん、ありがとう、来てくれて、ガチャみたいな感じじゃない？すごい、そのまんまだそうでしょ、そう、そうなんだよ。ダイオはね、本当にそうだから、あいつは。喋りに固まって。もう、ありがとうって。そうだ、行こうか。病院まで、どこまで送る？レギオン？レギオンで大丈夫。オッケーオッケー。送るわ。ただいまー、プーちゃん、おかえりー。何がうるさいだ、プーちゃん。俺はプーちゃんのことを心配してんな、その。パチオが、その、ね、なんだ、事情聴取なんだっけ、そう、聞くってなった時に喋ろうとした瞬間に炎症が始まって、うるさかったんだもんだって。本州2名団がいるのお願いします。本州2名了解です。お願いします。さっきの犯人は一人捕まえたよ。おお、ナイス。ジョバね。ジョバなんだ。やっぱ見てないよ、ジョバ。ジョバ捕まえたよ。ジョバ捕まえたんだ。一滴の血も流さずテイザーと手錠で捕まえたから、ジョバは傷ついてないよ、ちなみに。あー、よかったよかった。うん、うんうん。おー、大事です。あい、もしもし、ぷーちゃん。ぷーちゃんどうだった？どうだったどうだったって何？楽しかった？ぷー。いや、脅されてんだよ。動いたら逃げたら殺すって言われてんだよ。てか聞いたよ、パチオから。ジョバだけ捕まったんだってね。あ、でもプーに会わなかった、ダメじゃないから。なるほどね。全部パンクしてんのにパトカー3台ぐらい来たわ。え、なんかしかもさ、あ、なんか全然打ち合わずにテザー銃となんかもう手錠だけで捕まったって。それはね、まあいろいろとね、複雑な事情があるんだよ。うん、あったんだけど、うん、あれはシュールだったね、見ててほしかったわ。マジでシュールだ、マジで超シュールだったよ。あんなシュールな絵あるっていうのはシュールだったよ。すごかった。なるほどね。すごかったんだから、あれ。もうジョバはなんでさ、悪いことやってんの。もう1年ぐらいやってるからな、なんでって言われてもよくわからんけど。じゃあ、あれは何やり始めたの。え、プー無事帰れたの。帰れたよ。帰れた、送ってもらえた、パチオにね。あ、怪我してない。怪我してないよ。怪我してないか。うん、壁爆発したのすごかったな。いや、すごかったね。すごかったね、バーンってさ、火がバーってなってた。そう、火がバーってなってな。金庫なんかめっちゃ持ってってたね。そう、でっけえやつ、でっけえやつ。でっかい金庫。おい、すごかったね。あ、すごかったな。あれ、序盤は初めてやったの？あ、いや、2回目。あ、2回目なんだ。そう、でも初めてのやつもいたけど、俺は2回目だったかな。なるほどね。だからあんな感じだった。あんな手こずってたんだけど。あ、そう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 、まあ、これからって感じか。これからって感じやな。なるほどなるほど。怖くなかった？うん、まあ、ちょっとだけね。ちょっとだけ。うん、泣かなかった？だってみんな俺ヘリ出してるけど、どっちがいい？みんな友達だったもん。あ、びっくりしたよ、あそこにいる人。一人だけちょっと知り合いからで、 あとみんなもうなんか友達っていうか。うん、うん、知ってる人ばっかりだったね。ああ、持って帰れたな。うん、そうだな。うん、じゃあ怖くなかったか。なんか、よくわかんない感情だったよ。あ、よくわかんない感情だったか。うん、そうか、よくわかんない感情になっちゃったか。これ本当に殺されるんだろうかっていう気持ちになったよ。あ、逆、変な疑念がね。そうそうそう。プーちゃん、あの、本州村バチバチだから気をつけて。まあでも、了解。はい。まあじゃあ頑張るんだぞ、プーもお仕事。うん、頑張る。わかった？じゃあ、ジョバも頑張るから。頑張れとは言えないよ、もう。あ、言えないか、うん、もう言えないか、ブーちゃん言えないよな。そうだよ、無理だよ。あ、そうだな、もう立派な救急隊だもんな。そうだよ。じゃあいっぱい人助けするんだぞ。うん、わかった。いっぱい助けてこい。わかった、頑張る。わかったね、ありがとうね、今日は。うん、はい、じゃあまたね。はい、バイバーイ。はい、またね、バイバーイ。こっちの偽物のパパの方がいいよ。